おこさん、こんにちは。こんにちは。今日も太平洋クラブ成田コース、はい、4番ホールからですね。はい、まあ、ベンタス TR のシダラウンドということで、はい、パート2なんですけれども、はい、やっていきたいと思います。まあ、非常に感触はいい感じですね。めちゃくちゃなんかいい球が出てますよね、うん、ちょっとしなる感じで捕まってくれる感じがします。風が右からになる。右から。じゃあバンカーからちょっとフェードイメージでかかりすぎても OK と。はい、お願いします。お願いします。うん、最高の球。うん、フェアウェイですね。最高ですね。コントロール効くね。コントロールが抜群ですよ。コントロール効きますね。ベンタス TR、 TR 僕もちょっといいなと思ってますもんね。めっちゃいいなと思ってもね。そうなんですよ、もらえないんで。まだ発売日でもないですよね。発売日がまだなんでね。そうですよね。よろしくお願いします。お願いします。オッケー、いいでしょ。やっぱキングですよ。バンカーかな。僕たちもやっとこうティーショットが安定してきましたね。まあ振ったらフェアウェイ行くようになりましたね。でかいこと言うな。でかいこと言うね。ちょっと言っちゃいました。言っちゃいますね。はい、すごいですね。あ、お願いします。はい、こいつもいいんですけどね。この赤ベンタスもね、スプーンに赤ベンタスが入ってるんで、ベンタスレッド。そう、どっちがいいのかな。どっちがいいんすかね。まあ 6X1 本しか今回は頼まなかったんで、はいはい、まあ、スプーンには入れれない。まあ、スプーンとかね、カチャカチャだからね。そうですよね、うん、だからシャフトさえあればいろいろこう試せるっていうのはやれるんじゃないか。ちょっと実感がなくてね。そうっすよね。また、うん、またでもちょっと藤川さんに電話して送ってもらえれば送ってもらおうかな。いやー、いいっすね。いや、僕も打ちました。本当癖のない感じが。いやー、振りやすいよね。振りやすいですよね、うんうん、全然その藤倉さんから PR してくださいっていうのは言われてないんだけど勝手にいつもやってます。すいません。いや、岩尾さんに送れば PR してくれるみたいな。まあまあ、どうなんだろうね。でも僕こうやって連絡させてもらってる人は、はい、それこそたまにしか僕ツアーとかしか行かないですけど、はい、その時にいつもあのお願いしたらシャフト作ってくれたりとか。結構こう、もう結構長い付き合いというか、前からって言ってますもんね。僕ね、ザ・ロイヤルっていう、はい、茨城にあるじゃないですか。これ最高のコースですね、うん、あそこのチャレンジツアーに出た時に、あ、僕応援行った時ですね。そうそう、あそこ、まあ、予選会を突破してさ、はい、まあ、あの出たんだけど、その時にそのツアー担当の方とお会いして。あ、あの時だったんですか。そうで、あの、まあ、名刺いただいて、はい、で連絡させていただいてもいいですかっていうことで。あ、そうだったんですね。そうなんですよ。それでなんかもっと前から、まあ、でもあれ結構前か。結構前ですよ。前ですね。なんで、まあ、そこでなんか何のシャフト、スピーダーだと思うんだけど、スピーダーなんか知らないけどもらって、はい、まあ、でも結構その BF がずっと良かったんで、もうあの頃から BF って感じのイメージでしたもんね。三菱のね、はい、あの時ね、なんかスピーダーの青の、青の、そうですよね、使ってたよね。使ってました。あ、関西オープン出た時も使ってたかな、昔。本当ですか。マジスティに入れてた。あ、入れてましたね。入れてたよね。あ、確かにそうですね、うん、そうそう。で、走り系使ってたね、そういやね。その時はそうでしたね。ね、で、うん、まあやっててさ、でしばらく連絡もしてなかったんですけど、はい、また連絡したら、あ、じゃあまたあの送らせていただきますということで、こういろいろ、そうですね、やっていただいて、本当にありがたい。いや、本当にありがたいですね。まあやっぱり買うとさ、いや、そうなんですね、1本5万5千円ですか。いや、そうなんですね、やっぱり。あ、もちろんバンカだと思いますよ。あ、そうか。
はい、振ったら曲がんないって曲がってバカじゃないですか。いや僕和子さん分かってると思ってたんですよ。あ全然すいや入ったことど真ん中に行ったと思ったから僕の、さっきのシナリオは、うん、いや振ったらフェアウェイですねって言って、うん、いやあっちはバンカーであへーみたいな感じで言うことでかいねって言うからあれ和子さん気づいてないのかな。もう打った瞬間フェアウェイ行ったと思ったの。あそういうことですか、うん、だからまっちゃんの渾身のボケに気づかなかった。渾身のボケがまさかのスルーだったんですよ。わかったよ。本気で言ったみたいな。修行してくるわ関西で俺。いやもうそれは僕ですよ。関西で修行しないといけないの。じゃあまっちゃん7番円しかないんでね。はい7番で、はい、いきます。これは見覚えのある場所ですね。ここはフェアウェイバンカーの動画といえばここうまい。これはうまいよ。どうだ。いい感じですね。めっちゃうまいっす。ちょっとかぶせればそうっすね。はい、いい感じのターフが、ターフじゃないですけどいい感じの打った跡が残りますねやっぱり、うん、よいしょよいしょ。いやなんか関西行ってきた後だから広く見えるねコースが。そうですね、まあ関西のコースを僕ものすごく激狭なイメージで行ったんで、うん、ちょっとわりかしイメージより広いなっていうのもあったんですけど、いやミキゴルフクラブは狭かったよ。狭かったですね。だから、うん、そうですね、まあ、うちのインコースがどれぐらいに見えるかっていうのもあると思うんですよ。あ成田のね。はい成田のインコースは狭いね。そうですよね。こうアウトコースはまあわりかし成田コースはさ曲がったらさハザードだから行けるじゃん前に。そうですね。 あのコースさティーグラウンドから降りれなくなっちゃうじゃん。両サイド OB ですから ね。じゃあ僕8万円しかないんで8万円で。はい。あれ風が難しいな。どうだ。あちょっとこぼれたかな。ちょっとこぼれましたね、うん、だからアウトの1から4はまあそんなに成田コースのね。はい。だから6番のティーショットがどう見えるかですよね。6番は狭いよね。狭いです今日の風で。6番狭いけどまあでもなんか打てそうな感じのイメージはあるですよね。でも6番の狭さで OB だったじゃないですか両方。違いないですね。そうなのよ。なんか本当に狭かったよね。あれがでも関西の方からしたら、まあでもねちょっと狭いかなっても言ってたから。あ、そうなんですか。関西の人も、うん、なんかちょっと自信つきますねそれは。そう、ミキゴルフクラブははいちょっと狭いホールがありますけどみたいなの言ってたんで。まあでもそうですね、僕も OB 打たずにやれたっていうのはね良かったですね。うん、やっぱりペナルティーってすごくこうがっくりくるというか。そうですね。なんかそのまあ言ったらやっぱり、まあ、ペナルティ的には1打ですけど、うん、スコア的には2打増えるわけじゃないですか、うん、OB だとやっぱダボになったりとかするじゃないですか。 だからその2打を取り返すのって取り返せないかもしれないし取り返すのにはすごいホール数がそう。しかも今回行ってきた関西アップの予選って、はい、100人出て通過3人だったんで、その1日競技で。そうですね。そうするともう、まあ、やっぱり67とかは出さないといけない感じだったじゃないですか。68とか、はい、そこで OB 打ってたらっていうのも余計あったからね。違いないですね。カットパワープレーとかだったらさまだまだみたいな感じですけど、本当そうなんですよね。だって OB 打たなくたっていいスコアで回れるかどうか分からないの。そうそう、4日間とかあればまたね変わってくるかもしれないけど。そうですね。これは競技ですからね。これは本来は転がしだね。転がしですよね。パターでもいいぐらいだもんね。いや本当そうですよね。このライだと、はい、58でワンツークッションぐらいですか。ワンツーぐらいだね。ちょっとトップしちゃった。止まれ止まって、ちょっと気にしちゃったね、うん、難しい。うん、まあパターとかでも良かったね。もう僕はもうパターっす。外パター練習ね。はい、まあ、アプ
プローチでもいいかもしれないですけど、うん、じゃあ試合になった時にこれは土だもんねもう自信持ってパター持ちたいっす。そうっすね、はい、よし、ちょっと緩んでるね。もう一球いいっすか。はい、でもあれ今ミスしたけど、はい、ウェッジ持ってたら別にうまくいくっていう保証ないからね。そうっすよね、うん、だからやっぱりちゃんとこうパター練習した方がちゃっくりとかトップの、まあまあ絶対グリーンは乗りますからね、うん、そうか、もうちょっと強くですね。これが難しいんですよね。こうなっちゃう気がするんですよ、強く打とうと思うと。まあ、練習不足なだけなんで、はい、僕じゃあここから先行きます。うん、お願いします。難しいな。ほとんどの人が今パター持つと思うんだよ。そうですよね、その、うん、試合出てる人でも。そうですよね、うん、あれもっとな、うまく打てるようにならないと。ほい、先です。ダボありますよスダボ、やだな、スダボは危ね。よし、これ拾っちゃいます。はい、よし、くっそー、難しいな。難しいよね。さあ、マホさんのパーパット。はい、どっち行くかなんか分かんないですね、これね。いつも難しいよね、ここね。難しいですよね、うん、こう切れる。こうすごいフックなんだね。こうやって結構右に打つとまっすぐ行くんですよね。なんかその辺が難しいっすよね。あ、ペロンチョした。ダボ。ちょっとそこ。マッツさんのピッチマーク。あ、すいません、うん。ありがとうございます。まあじゃあ次行きますか。わかりました。5番ホール。はい。はい。では5番ホールです。はい。140ぐらいのショットですね。そうですね。風がフォローになるんですかね。フォローになりそうですね。でも池の水はそんなね感じないですけど。わかんないですね。でも6番左からの、うん、ちょっと左に外しますか。あそこアプローチ難しいから。そうですね、うん、左狙いで7番円でいきます。オッケー。ちゃんと左に打ってよかった。うん、ナイスショ。距離感もぴったりですね。ぴったりですね。はい。ティー使いますか。あ、大丈夫、持ってる。さっき折れたティー持ってるんですよ。大切なやつですね。ショートで使う。ショートで使うとためにね。左に。お子さんは8番。もっと、うん、もっと外すかな。難しい。結構左だぞこれは。うん、あのラフで難しいよね、あそこ。そこに外れ、あそこに向かって打ったらまあ行くじゃないですか。ピン狙っても行くときあるじゃないですか。あるよね。なんなんですかね。あの左難しい、まあ、ショートサイド難しいからちょっと練習にアプローチの。そうですね、うん、じゃあ切っていきますかね。わかりました。はい、はい、じゃあグリーン上到着です。結構難しいですね、これは。これはもう一番やっちゃいけないとこですね。それも本当ワンツーツークッションでぴったり、ワンクッションちょっとオーバーぐらいな感じですかね。もう相当柔らかいっすよ、あそこ今踏んだ感じ。柔らかかったですか。うん、ワンクッションですね。あそこにドン。それとあとどうワンクッションでいくかね。ふんわりいくのか強くいくのか。そこ結構大事になってきますね。
乗らないことが最悪だと思って。ちょっと上げ気味か。上げてエッジ落ちたら最高。グリーン直接行ってワンピンでいいか、イメージ的には。そのイメージですね。うん、ビタッときましたよ。あれ以上ないね。もう風も利用しましたね。風も利用しましたね。あれはオッケーで良さそうなぐらい。もう、あれはめっちゃうまかった今。マジっすか。うん、あれはうまいっすよ。パターね。それでもうグローブ外してたんだ。いや、そうなんですよ。そういうこと。いや、僕のグリーン外する、うん、して練習したいのはこれなんですよ。確かにね、これウェッジかなり難しいからね。じゃあライも悪いですよ。うん、これもパターですよ。うん、ワッホさんの内側につける。悪くなかったと思うんだよな。あ、まあまあまあ、こういうの練習だから。そうですね。うん、で、ちょっとずつイメージは。そうそう、やらないとね。うん、そうですね。ちょっとこれはホさんの。ボール、ごめんね、ありがとう。やっちゃいます。よし。これ結構切れるな。入れたい。素晴らしい。ありがとうございます。ナイスパー。ありがとうございます。いい感じでしたね今ね。いやー、2人とも。グリーン上乗ったらなんかこう。いいね、難しいよね。難しいですね。このね、下がこうモサモサなってるんでね、難しいんですよね。まあそんな感じで。はい、次行きます。はい。はい、6番です。風がフォロー。風が右からフォロー、ね。右からフォローですかね。もう分かんないっす。いろんな方向から吹いてるような感じるね。そうですね。でもやっぱり、まあちょっとやっぱこう池が入ってきてるから狭いんだねここはね。あ、そうですね。うん、10年ぐらい回って、うん、関西のゴルフ場行ったけど、ここまで。そうだね、ここのがやっぱ一番狭いか。まあでもこれくらいのホールはあったような。そうだね、これくらいのホールはあったね。それでもっと打ち下ろしたり、それで OB だったんだよね。そうなんですよね。これはね、擦っちゃった。あれ大丈夫か。いや、これはね、息入っちゃう。ギリギリ。これは息入っちゃいましたね。入っちゃいました。うん、ちょっとヒール当たっちゃった。ワンバン。そうですよね、今落ちるところは池じゃないかなっていう感じのイメージでしたけど、うん、右から風、やっぱ風来てますよね多少は、だと思うんだよね。そうっすよね。でもやりすぎると池入っちゃうかなってことですね。うん、よし、オッケー、ナイスショー。よし、いいっすね。うん、ちょっとじゃあ僕はもう一球、もう一球打ちますか。うん、僕の場合これをあそこ打ちたかったんだけど、はい、フォローだとさ、左突き抜け OB あるかなと思ったんだよね。だからこのテッドよりは左にはいけないってことですよね。うん、でちょっとこっちに立ったからヒール食っちゃったんだね。あ、そういうことですね。僕のミスですね。僕は、うん、僕は多分突き抜けることはほとんどないんで、うん、じゃあ打ち直します。はい、うん、これは、うん、フェアウェイ右サイド。そうだね。はい、あ、でもやっぱ風と当たるから飛ばないね。そうなんですよね。だからドローヒッターだったらちょっと飛ぶかもしれないですね。うん、ドローヒッターは飛ぶだろうね。うん、まあでもやっぱり振りやすさは感じるけどね。ああ、うん、まああとはそうだね、まあ前半パート1からあれして、はい、ちょっと右出てんのかな球が。
若干自分の思ったよりね、うん、まあそんな感じは しますかね、うん、ちょっとなんかこうまっすぐは打ちやすそうで、はい、捕まった球も打ちやすそうなんだけどちょっと右に出てるかな今のテーマだと、うん、そう若干左に出したいからねそうっすよね、うん、まあ分かんないでも僕が打ったあのラインに出るのが一番最高っすからねそう今の2球目ももうちょっと左に出したいなと思ったんだけど、まあ、ちょっと右出ちゃってるからあもうシャフトのタイミングが、うん、ってことですねうんでもそんなにはねなんかこうすごい打った瞬間もう大ファールみたいな感じじゃないからまあ それは確かに、うん、打った瞬間池に入ってるって感じじゃないですもんねあるじゃないですかそういうのねいやそういうのはもうしょっちゅうありましたよしょっちゅうあったじゃんねはい、うん、それがないから出玉はまあ揃ってるからそうですね、うん、なんか僕も試合行って打てたから、うん、このフォーム打てる感じはあったっすもんねそうだね、はい、結構打ちづらいホールだったよ、それこそさ10番ホールのティーショットとかもさあ右 OB で打ち下ろしでそうですね結構左から風来ててはい絶対にもう左の山向かないといけないじゃんあれ試合であの山向くの怖いっすよね真ん中出たやつは OB 行ってたからねいやそうなんですよ何人か、うん、だから左結構まあなんでパッ一見広い感じなんですけど打ち下ろしだからキャリー出ちゃうんで OB 行っちゃうんですよね早く押してくんないんですよいや面白かったね落ちちゃって悲しいけどねいやいやでもなんか僕はまあ初めての予選でそうだねはいまあいろいろこう行くことがねそうですよね大事だと思うから、まあ、その現場の空気感というかねいやそうですよね、うん、落ちたけど別にそれがマイナスにはなってないというか、うん、マイナスになったのはお金だけだもんね本当そうですねお金だけねお金はマイナスですねお金はマイナスになったんだけど、はいまあ、皆さんがね動画を見てくれれば補えるんでいや本当そうですね本当にまあ、これ危ないねボール拾いに行きたいけどいや滑りますよ滑るよねこの枯れた芝はね枯れた芝は水分ないですからまたあのキャディさんが拾ってきてくれるの待とうすぐですよもう明日の夕方には明日の夕方にはあのバケツにあるからあもうあると思いますだいたい僕もあこれこの間僕が落としたボールだっていうのあこれワッホーさんのだなとかねいやあのそれこそちょっと前までは、うん、あの岩尾って入ったボールあったじゃないですかあったね昔タイとね契約してる時ねはい、うん、あれがよく土管にあったりするんであ岩さんのだと思ってしょっちゅうなくしてたもんなボール年間何ダースぐらいもらったら結構もらったからねあそうなんですか何十ダースってそうなんですねうんもらってたと思うからなくしてもなくしても平気だったよちょっとアイアンでね刻みますアイアンちょっと練習したいんでよしちょっと下から入るねそうなんですよ下から入る気がしてるんですよちょっともう一球いいですか、うん、だからこう構えづらいんですよね構えづらいんだはいまだ治ってないんですよちょっとクラブ上に上げてうんそう、うん、そうでフェース閉じてうんそうそれでいいけどねこの感じですね、うん、おーいいじゃん下に置いて構えるからじゃない？お祈りっすねやっぱ お祈りポーズした方がいいんじゃないですかそこで構えてるとさどんどん右肩が下がってきてそうっすね、うん、ここで、うん、こうっすねおおいいじゃんあやっぱお祈りいいっすねお祈りポーズっすよはいやっぱお祈りかはい最近ドライバーでお祈りしなくなったんでしなくてもまっすぐ行くようになっちゃったからねあれはいつもドライバーから来てたんですよお祈りでそれでルーティン化してアイアンもやるっていうあそうなんすね感じだったんですけど、はい、最近ドライバーお祈りしなくても行くようになっちゃったから行くようになったんでお祈り忘れてましたねそういうことっすかさあ直ドラ直ドラ案件でしょこれはこれ風が直ドラうまくいったら乗りますからねうんまあ230ぐらいだからね距離的には十分でかいまでありますね球上げていくよカッツで
はあ、あーちょっと低かった球が、あーバンカーっすね、顎に当たった、低かったね球が、マジっすか、あんな上がるんすかいや上がるでしょ、いや僕上がんないっすよあんな、じゃあちょっと一回切って、はい、3打目地点まで行きましょう、わかりました、まっちゃんの3打目、はい、100ぐらいですね、上り出て、そうですね、52度で、わかりました、モズウェッジ、モズウェッジっす、はい、よし、お祈り、うん、よいしょ、ありがとうございます、うん、お祈りか、よいしょ、この辺のターフもそろそろなくなってきますよ、なんだ芝生えてきますか、さっきちょっとグリーン周りとかなんか結構緑っぽいの生えてきてましたね、あ、ほんと、はい、いいね、ようやくですよ、ちゃっくりの時期ですよ、ちゃっくりのね、警戒心がなくなる時期です、ボール右側です、右側、難しいんだけどね、生えたてが難しいんだよね、いやそうなんですよ、ちょっと余裕あるなみたいなじゃあ着みたいな、着ってやるよね余裕ないのかよみたいな、今年はどうだろうね、あのソールが広いからね、割とバンスがあって、いやまあ油断しちゃいけないですよ、油断しちゃいけないか、はい、冬の方が乾燥してるから下硬いんですよね、そうか、はい、じゃあちょっとバンカーどっか取ってますか、ちょ手前一緒入ってきますか、綺麗に鳴らすんで、わかりました、でもボール見えないからこの辺ぐらいがちょうどいいですかね、そうですね、これはなんか平らだから難しいね、さあワッホーさん2人分の顎の高いバンカー、いい音したけどね、いい感じでしたよ、いやいいとこ当たったもん、先っちょじゃないですか、ん？先目じゃなくてですか先目じゃなくて、はい、いいとこ当たったよ今、本当ですか、うん、あもう OK です、 OK、 はい、ありがとうございます、めっちゃ近いです、今いい音したもんね、もうほぼワンクラブぐらいですね、まだ怪しいですね、じゃあ怪しいですか、これいいとこ当たってるでしょ、バンカーどこですか、神ってるっすね、神回だ、斜めね、神回、全然寄ってないピンあんな奥だったっけオッケー、ほぼオッケーだなあれ、いやもうワコさんだったら待ってワンパット蹴んないですよじゃあマッツさんカメラ持ってくれてるんでそのまま僕行きます、お願いします、じゃあ結構多分スピン入ったんだろうね、そうっすね、スピン師匠スピン師匠入ったね、多分もう本当1ヤードぐらいじゃないですか、いやそんなことないと思うけどでは行きたいと思います、はい、スライスでいいかね、若干そうですね、あんま切れなそうですけど、風が、まっすぐ抜けた、 OK です、ありがとうございます、ほい、眩しい、僕手前、あ、これか、うん、なんか、そっか、もっとこの辺かと思いましたけどね、うん、全然見てないねピンね見てはいたんですけどね、僕の身長が足りなかったっていうのがあるか、いやいやそんなことないですよ、え、そうですか、はい、まっすぐ、まっすぐですね、これ距離感重視、若干でもフックしますかね、そうですね、その方がフックの方が強いかな、距離感重視、
打っちゃったか。入れ。あー、惜しい。ちょっと打っちゃった。でも今まっすぐ行ったんで。まっすぐ行ったね。はい、だ返しもまっすぐですね。うん、今度これ打てないから難しいよね、下りってね。そうなんですよ、スピードが速くなればなるほど難しい。でもまあまっすぐって分かってるんで。よし、引っ張ったか。くー、フォーパットするよこれ。やばい、早いんだよね。もうどっちに曲がるか分かんない間違いない。パニックだよね。パニックですよ。危ねえ左から行ったよということで、はい、3ホール終了したんで、あ、まあ、パート2が終わりということで。早いですね、なんか早いですね。はい、まあ、短く短くね。そうですね、やっていこうということで、まあ、今日はこれで終わりにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。